あ、なんか、すんごい垂れ目ですね。それじゃあ、とりあえず、あ、違う。ポケモンをね、進化させよう。マグマラシ。おや、マグマラシの様子が。爆風雲に。さあ、来い来い。はい、来たー。いいね。おめでとう。マグマラシは爆風雲に進化した。なんか思っとったより顔が、あれやね。穏やかな感じやね。なんか新しい技を獲得し、どれ新しい技？強さを見る。電光石火火の粉転がる火炎車。え？一緒じゃね？変わってなくね？何も。なんか変わった？わからんねえけど。ねえ、めちゃくちゃ穏やかな顔してるよね。私の知っとる爆風こんなんじゃないんやけど。でもずっと、ね、同じ表情とかじゃないやろうけど、私の知っとる爆風あんな感じじゃないんやけど。どこに行けばいいんだ？あ、村に戻ればいいんか。電木団長に報告しろって書いてるね。オッケー。間違えた。砂浜ベースへ。これはさ、あ、みんなちゃんと回復しとるわけやね。じゃあもうそのまま帰るわ。あ、報告した方がいいんか？はい、報告します。ポケモンを4匹捕まえたのですね。報告をお願いするのです。はい。前回のやつか？最初の2匹は。かわいい子がいっぱい。調査が進んだようですね。早速報告してください。ふんふん、なるほど。得られた情報で図鑑を更新します。あ、これでマグマラシ完成しとるね。あとは？特になく。あ、なるほどね。私の知っとる爆風じゃないって思ったけど、爆風翡翠の姿？あ、なるほどね。やけん？こんな穏やかな感じなん。だって多分ね、なんかもうちょっと目つきも鋭かったような気がするんや。あ、からなくし東の海。これなんか西のやつピンクやったよね、確か。かわいいタマンタ。サマヨール、タマザラシ、フローゼル、マグマラシ。いやー、翡翠の姿いいわ、爆風。すんごい穏やかな顔しとるもん。めちゃくちゃ。シマキング、ウィンディを沈めたのですね。村に戻って電木さんに報告です。帰ってきたぜー。あれ、なんか。あの材料なら、違うかな。どうした？あら、いいとこに。漬物石の時は助かったよ。あんたって頼りになるじゃない。何今さら。新しい漬物を作りたくてさ。また頼み事をさせてくれよ。何？海まで料理の素材を取りに行ったんだけど、奥炭の炭を引っ掛けられてさ。ほうほう。ただ、美味しかったのよ、奥炭の炭。え？炭単体で美味しいん。私、あれなんよ。まあ、奥炭はタコやけどさ。イカスミスパゲッティとかも食べたことないけんよくわからんねえけど、あれは色がついてるだけとかじゃないの？新しい漬物の可能性を感じたわ。でも、ポケモンが吐いた炭を漬物に使っていいものか。まずは奥炭について調べないとね。あ、なるほど。図鑑を埋めろってことね。それでさ、奥炭についてわかったことがあれば教えてほしいのよ。今のところまだ奥炭を見かけてもないんだ、私。サブニーム53、オクタンの炭。じゃあまたね。電木団長のところに行って、報告。上か。毎回どうしてもね、まっすぐ行きそうになるっていう。電木団長は、一番上のおじさん。どうも。群青の海岸での任務、ご苦労であったな。いえいえ。お前の活躍は銀河団だけではなく、新時代にも作用した。そうだな。
時空の裂け目にも作用すればよいな。時空の裂け目が消えればお前を疑う者もいなくなるだろう。でもさ、まあ本人記憶とかも曖昧なわけやん。時空の裂け目からやってきたのにさ、裂け目消えたらこの子自分の世界に帰れんねやねん。裂け目が消えるときにはこの子もなんか中に入っとかんといかんねやねん。どうすれば裂け目が消えるのか皆目見当もつかぬかな。困ってる。精進せよ。メインネームキングのいない島達成。いつもの憩いのひととき。今宵の芋餅は一味違うぞ。ポケモンの炎で仕上げたからの。今宵の芋餅って毎回毎回芋餅かよ。キング誕生の瞬間、ぜひとも見たかったですね。博士、イダイドン乗れるの？なんかめっちゃ久々な気がするてる。僕はボールをうまく投げられません。回避もできませんし、イダイドンにも乗れないでしょう。ですが、絶えず努力をしていれば最後には報われるのです。この言葉にあるように、研究のためいつかはポケモンに乗ってみせ、その体験を図鑑に記録するのです。何、誰の言葉？翌日。おー、いい天気だね今日も。ちっちゃいな。おはようございます、空からの来訪者様。銀河団のボス、電木様が部屋に来るようにとのことでした。なんかさ、前回伝言伝えに来た子もめっちゃちっちゃくなかった？なんなのあの子たちは。顔だけ見たらおじさんみたいなんやけど子供なの？あゆな、天眼の山麓にいる洞窟キング、マルマインを沈めよ。マルマイン？マルマインは体内に溜め込んだ電気を放出する性質のポケモンでな。うん。荒ぶってからは電気の放出がとんでもねえ大爆発になっちまってよ。え、それ本人大丈夫なの？え、それは本人は大丈夫なの？自爆じゃないのそれ。マルマインのキングボまで安全なルートで行くために、新時代にも力を貸してもらうのだ。すでに会にも話は、お寄しください。何？誰？何人たりとも僕は止められないよ。あ、そこの、キャプテンってこと？あ、なんか、すんごい垂れ目ですね。いやいやいや、銀河団のボス、電木さん。僕への招待状をお忘れかと思い、わざわざ長谷さんじたぜ。椿、わきまえろ。今大事な話をしているのだ。だからこそだろ、兄貴。え、兄弟？マルマインのキャプテンである椿を差し置いて話はできないよね。いや、話は終わったぜ。マルマインを、ん？アユナに洞窟キング、マルマインを沈めてもらう。兄貴どうしたんだよ。僕を、いや、混合団をないがしろにして。だいたいそんな弱そうな奴にマルマインを沈められるとでも？めっちゃなんか敵意むき出しなんですけど。旦那、不届き者の乱入、心よりお詫びする。申し訳ない。いやいや、お気になさらずに。椿殿の滅に実力者、鍛えた警備隊員でも止められる。ただ、ただ警備隊にはさらにみっちり稽古をつけてやらねばなりませんな。椿、おめえのせいで警備隊の方が泣くことになったぜ。こいつを止めるためにどんどんパワーアップさせられるんやね。電木の旦那、相撲技で岩も投げ飛ばすんだからな。ふん。見た目によらんねやね。すごいなよなよしてそうやのに。まあまあ、では改めてアユナ、マルマインを沈めよ。椿殿も何かあればご助力をお願いいたしますぞ。全然絶対協力してくれる態度じゃないってあれ。では入れたて。メイン任務、危ない山登り。やめてよ、山登りやだなー。椿、銀河団は、いや、アユナはすげえのよ。それをおめえにも分からせてやる。何、ここで戦うんじゃないだろうね。おー、ほら、関と戦って実力を示そう。やめてよ、いいよ、すごくなくても。誰関って。
この人関って名前やったっけこの人関って名前やったっけ。あれ、もうなんかキャラクターの名前。な、あいな、俺と手合わせしてくれ。まあいいけども。椿見ておけよ。どんだけ離れた場所におる。全然見る気ないやん。嫌な態度だな。待って待って。爆風使う、爆風。あれ、なんか普通の EV もおるやん。ちょ、早く入れ替えさせてくれるかしら。爆風。違う違う違う。爆風。はい、入れ替えます。普通にそのまま戦いよった。うわ、すごい。ああいう感じなの、炎。なんかめっちゃ不気味なんやけど、あれ。なんか炎っぽくないことない？何あれ、触手が絡みついとるみたいな、超不気味なんですけど。なんか微妙じゃない？レベル外視野剣かな？つぶらな瞳とかやめてよ。キラキラした目で見ないで。可愛いけれども。クソ、あと一回いるか。あ、でも火傷。やめてー。ああ！これって私もダメージ受ける？そんなことない。大丈夫？キャー！あと一回で多分いけるんよ。いけるんやけど、とりあえずあれか、回復した方がいいか。はい、回復しまーす、爆風。ちょっとだいぶ体力減ってしまったので。効果がない？マジで？やっぱりあれ？翡翠の姿やけん。あ、やけどで死んだ。翡翠の姿やけんさ、なんかちょっとタイプが違ったりとかするんかな、もしかしてこれ。え、もしや炎じゃない君。え、でも炎タイプの技ばっかりやけど。待ってよ。フワライドで行きたいんですよ、私。はい。なあ、EV の方はめちゃくちゃレベル低いね。どうした？合わせてこいよ。そんななんか、偏った感じのレベルで。あれ、フワライドで行けると思ったのに全然違ったんですけど。待って、誰ならいける？え、誰なら、レントラーか。レントラーの噛みつくでいける？え、イーブイってノーマルよね。なら、悪でいけるのではないか。あれ、全然違った。まあいいや、じゃあ。はい、噛みつけ。ここはレベル差で。レベル差で頑張って。全然大丈夫。超余裕。電気ショック。はい、オッケー。決着。お、もうちょいでレベル40やん。アイナの調査したなら、もうバカにするのはよすんだぜ。ふん。手抜きしたって思われたんじゃない？新時代の協力者は訓練場を騙したったよな。あばやあゆな、今回も頼んだぜ。動きがでかい。ほらよ、椿、おめえはみっちり説教だ。勘弁してくれよ、兄貴。なんか見た目で言ったら口調ももうちょっと穏やかそうやのにね。あゆな。あ、どうも。任務について打ち合わせをする。調査体質に来てくれ。了解です。